立川小男氏は落語の名。当代は二代目。二代目、立川小男氏は岐阜県伊比郡生まれの落語家。本名、寺田正春。1999年3月、愛知大学卒業。在学中は落語研究会に所属し、同期に柳屋権太郎門下の柳屋め渡るがいた。1999年5月。 落語立川流 A コースに入門し、立川談吉と命名される。2002年5月21日、三時前座全員、波紋騒動により立川流を波紋となるが、その翌月、波紋騒動により、前座が一人しかいないという事態に対し、立川男子の判断により、立川流一門共有前座という形で復帰、段一と改名する。同年7月には、 千ドルに改名する。2007年7月、立川キウイ、立川段代、立川平林、立川義行、立川旦那、立川楽座と、立川調べ、立川楽次と共に煮詰め昇進し、潜水艇金魚に改名する。他の名前の候補に煮詰め昇進ということで、2千ドルもあった。2011年11月に、 師匠の男子が死去したため2012年3月より、立川隆氏の預かり弟子となる。2015年10月に、立川白良、立川左、平次、立川白玉、立川楽長と共に、新内昇進。また、同時に、二代目、立川小男子を襲名。ありがとうございます。